金座は日本のデイズ株式会社が開発していた Chromium ベースのタブブラウザ、Windows と MacOS に対応したビルドが無料公開されている。2021年7月9日に Google API へのアクセス遮断や収益性などの理由から開発終了が開発元より発表された。すでに最新版は Chromium のバージョンから遅れており、 セキュリティアップデートが適用されていないため、利用継続は推奨されない。金座が独自に実装した機能のソースコードは、2021年8月31日に、クロミウムへのパッチという形で、無償公開された。金座は、ユーザーの声に耳を傾け、ユーザーとの会話を通じて、開発を行う方針を示していた。開発拠点は、東京の日本橋、 世界の主要ブランドに比べユーザーとの距離が近く、日本ならではのホスピタリティを感じられるブラウザとしていた。また、リリース当初には、エターナル青春系ブラウザというキャッチコピーが使われていた。はじめから、マウスジェスチャー、サイドパネル、RSS フィードリーダーなどが備わるほか、選択した文字列をドラッグすることにより、バックグラウンドで検索結果を開く。 デフォルト以外の検索エンジンで検索するといったスーパードラッグ機能を有した。バージョン3.6零からは、いわゆる HTML5 動画、MP4 や MP3 の再生に Windows 版が対応した。これまで他の一部の Chromium 派生ブラウザと同じく、ライセンス問題がクリアーになっていなかったことから、再生できなかったが、技術的解決したことにより可能となった。 日本語以外のロケールでインストールするとユーザーインターフェースが英語になり標準の検索エンジンがダックダック語となる。日本語環境では検索エンジンの選択肢として選択可能となっていた。独自機能の一覧詳細な修正項目一覧。ありがとうございます。